日焼けさんありがとうございます。ありがとう。え、これすごい、すごいケーキの、ありがとうございます。待って、止まらんな、ちょっと待ってくれ。松尾さんもありがとうございます。タワーありがとう、ありがとうございます。誕生日の、いや、ちょっと待って、マサさんもありがとうございます。タワーありがとうございます。完売記念、そうなんです、今日お誕生日に完売しました。8部が。ノアパパさんありがとうございます。なんだこれ、かわいい猫ですか。ありがとうございます。タワーありがとう、完売おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日に完売させたいってどなたかが言ってた気がします、昨日のショールーム。ありがとうございます。たくさんタワーありがとうございます。全完売そりゃないんじゃないかな、わかんないけど、これもあります。どっちにかぶったらみんなからハッピーバースデーになりますか。逆だからこうかな、こう、これハッピーバースデーに見えてる。 OK、 じゃあこっちにしましょうね。これもお母さんが、お姉はあのハッピーバースデー帽子じゃないですか、アンナはそういうキャラじゃないよねって言って、このこれになりましたそういうキャラじゃないみたいです。そう、アンナさんは面白いキャラじゃないので、可愛いのも、可愛いのを中心に買ってきてくれました。うん、陽平くんありがとうございます。タワー皆さんありがとうございます。無理しないでね。セブンティーンなんのちゃんもいっちゃん可愛い、ありがとうございますあの連絡、0時ぴったりの連絡をくれたのはお姉とももちゃん、ありがとうございました。あ、なんか少々言ってる。お姉とももちゃんが0時を狙ってくれました。あゆみは寝ました。あ、0時を狙ったっていうのは、お姉は直接マリナさんの0時にメッセージ送って、私に直接1番に行ってくれました。ももちゃんが4期の中では1番、ありがとうございます。でフライング寝るかもって言って早く言ってきたのはひろかで、ひろかは0時23分くらいに今起きた、おはようって、おめでとうって言ってくれましたで、あと他に早かったのはなぎとさほ、なぎとさほがその0時ちょい過ぎぐらいにくれました。たかしは朝配信の前、朝起きた時に送ってくれました。言った通りでしょですね。こんな感じ。あとみゆみゆさんとゆうはさんとるあさん、あ、はるねもくれました、ありがとうも皆さんくださいました、ありがとうございます。たくさんのお祝い嬉しかったです。 X のポストも全部見ました。あとアータンが、アータンが朝送ってくれてました。起きたらアータンからおめでとうの連絡が来てましたありがとうございます。
その朝にポストもしてくれて、昨日の夜にも可愛い写真をポストしてくれてました。嬉しかった。私も 4KX で同じことしたいんですけど、私自分の X がないからそこまでプライベートになるとちょっとダメかなって思うんですよ。わかんないけど、自分の X があったら間違いなく同じことをするんですけど、ないんで、4期の X なんで、あ、その辺はちょっと聞いてみたりします。マジで嬉しかった。あゆみはすごい謝りながら朝送ってきてたね。寝落ちしてたとか言ってそうなんだね、おはようとか言ってそう、あゆみ私一番に来ると思って期待してたのに1分過ぎても来なかったから、あなた寝たのって送ったら朝大謝罪が来てたっていうめっちゃ謝られた4期生は今言った人に、今言った人からお祝いが来てました。紫が可愛いな、これな。お子ちゃまだからね、寝落ちしたんだろうなって思ってましたそう、フライングする勢いではあって、これかわいい。ななみさんはまず連絡先をまだ交換していないんです、実は実は連絡先を交換していなくて、っていう話なんですよね。そう、まだなんです。意外でしょ、意外でしょもあれだけど、寝落ちさん来たって言われてるよ。そのみゆみゆさんはあのメンバーさんの卒業時に写真をお送りしたりとかして、その業務連絡みたいな感じであの交換させていただきました。うん、うちの推しがお世話になりましただって。私も推してます私もこの間から推してます。はるかさんは交換してます。はるかさんは、はい、おしかぶりしてますよ。新参者ですがよろしくお願いします。私も同じことしたいです、あとあの誕生日に11月27日やってもいいですか4期の X で、うん、みんなが文句言わないきゃ。ケーキと買っちゃおうかな。何のケーキが好きなんですかね。うん、大丈夫そう。今だけはアータンと同じセブンティーンなんです。アータンってセブンティーンってやるんで、花のセブンティーン石彩音ですって言うんで。手作りまずいな、ちょっと手作り、私手作りまずいんですよね。私デザート系の手作り本当に
苦手っていうか私は料理の方が好きなので、デザート作りはあんまり得意としていないんですよね。できるけど分量を測って作るのが苦手で、アータン料理美味しくないらしいですねアータンの料理ってなんか動機に不評みたいらしい。そう、私は食べたいです、アータンの料理が。お誕生日ありがとうございます。17歳、次の、例えば次の何ですか、あれ、配信じゃなくて挨拶する時、17歳っていうことになりますよね。新潟県出身、高校2年生17歳っていうことになりますよね。不思議、あゆワンちゃん食べたい。無理、寝落ちした人には食べさせません。劇場は今はフライドポテトがね、なんかフライドポテトをどう失敗する、やめとこうか油っぽいのかな。そう、自己紹介はないんですよね、年齢を言うことがないから。そう、名前だけなんで。このね、あ、今着てんのは生誕ティーです。見えますか、はい、今あの私はサンプルをいただいて、先にみんなより先に来てます。実はクラッカーがあるんですが、ポテトにしっかり、うわー、そういうことか、サクッてしちゃうんだ。それでもいいけどね、可愛い子が作った料理って問答無用で美味しいからね。私これ嫌なんですよね、あの匂いがパーンって匂いがちょっと、私クラッカー苦手なんですよね、やったことはあんまなくて怖い。うん、ごめんなさい、気づかないところだった、危ねえ。プラハさん、タワーありがとうございます。ありがとう、チーク薄いかな、ありがたわ。私ちょっといや苦手なんですよね、クラッカークラッカー、どうしよう。あの匂いじゃなくて音も苦手で、どこに向けてやればいいんだろう。こっちかな、こっちがいいかな。窓の方はちょっとあんまり良くない気がする。お姉いないかな。いきまーす。バイバイ。き嫌かも。いきますね。せーの。しかも多分これ不発ですか、飛び出なかったです、煙が出てる
ありがとうございます。一本でいいかな。おお、すごい。ありがとうございます。ねえ、2個目ありがとうございます。グッチさんありがとう。ケーキのタワーです。ありがとう、ありがとう。散らからないやつ、なんか控えめなハッピーバースデーがいます。ありがとうございます。グッチさんありがとう。控えめバースデー、出ていいのかな、いいのかなって言ってハッピーバースで、ハッピーバースまでです。 D までしか出てきてない。楽ですね、ビローンってするタイプじゃなかったから。あ、違うのかな。あ、こっちはなんか、こっちは出るやつも、出るやつもあります。出るなんかバーンってするタイプのクラッカーもあります。あ、かわいい、ありがとうございます。グレーツいっちゃおうじゃないんですよ、苦手。これも出なかったら私ちょっとショックですよ、頑張ったのに。じゃあ、え、怖いな。グレーツ見たい、見たいならしょうがないよね。緊張します。ふう、ご近所の皆さんごめんなさい。ちょっとある程度勢いよく、そんな難しいことやらないでくださいよ。あー、いやかも。はい、窓開いてるんだよね、そういえば閉めた方がいいかな。閉めた方がいいかな。大丈夫な人と閉めるの人がいる。大丈夫か。いきまーす。いやー、せーの。出ました。うわ、すごい香りが。ミロリン、飛び散らないタイプです。ありがとうございます。香ばしい香り、あんまり良くはないね。スメルは。初めての誕生日、そうです。ありがとうございます。なんか不安定。これスクショしていいよ。チーク薄いかもな、ほっぺ白いわ。うん、長い間やってみた。私にしては珍しい。明日は公演です。来てくださる方、私がセブンティーンになって初めての前座ですが、来てくれる方、はい、
おお、ずいぶん来てくれる。お平日ですね。木曜日お仕事の方もいますよね。いっぱい、なんか意外と久々、2週間ぐらい、違うか、2週間はそんなか。はい、皆さんぜひ私におめでとうを伝えに来てください。待ってます。今月中には、はい、待ってます。あ、さっき膨らませてもらった時にお姉とこっちの方でキャッチゲームしてます。あ、危ない。あ、ベッド吹いちゃった。20日のオンライン、そうですね、20日のオンラインもお待ちしております。生誕ティー間に合わないから。大釜8部追加逃した。あー、完売しているみたいなのでありがとうございます。大釜の8部完売ありがとう。スタコレも販売されております。私がいつも同じ画角から自撮りをするんだなっていうのが丸わかりのスタコレになっております。もう5枚中5枚だったっけ、5枚ぐらい中4枚くらい全部同じ画角ですが、顔は漏れてるのを選んだのでお願いします。レジェンダリーもう出た人いたかな。一部だっけ、スタコレたかしにプレゼントしておきます。たかし喜ぶよ、スタコレのスタコレプレゼント、たかしは喜ぶのでぜひアンナさんのレジェンダリーをじゃあたかしに引いてもらおうかな。聞き顔は最近判明しました。聞き顔こっちです、多分わかんないけど、こっちより私はこっちの方が好きなので、最近は右をちょっと見せるようにしてます。え、わかんない、多分右です自分的には。そうした、これぜひ皆さんチェックお願いします。でも正直あんまり気にしてないです。あ、聞き顔どっちだからこっち行きたいなとかあんまりない、左でもいいし。ボイス良かったよ。はい、ボイス長めに撮ってみました。うん、これ私を先輩に聞かれるのちょっと恥ずかしいよな。ヒロカよりは短い。ヒロカだってあれ化け物だよ、めっちゃ長いもん。あゆにプレゼントした。あ、喜びそう。寝坊姫って、寝坊姫って呼ばれてるやん。寝坊姫、私のスタコレ開けた？アンナさんが自室で一人でうーんうーんとか言いながら撮り直した、もう 4、5 回ぐらい撮り直したボイスです。レジェンダリーってどれなの？私はどれがどれ分かんないんですよね。レジェンダリーとスーパーレアがどれなのか分からず販売中です。
ナースでした。モノキューレナースですか？こういうやつ？こうやってカチューシャ持ってるやつか。へえ。確かにレジェンダリー、あのビジュアル。嘘でーす。スーパーレアはなんだ？ありがとうございます、いっぱい。あの自分もひとなんかもらったけど、いっぱいはに毎日配信200日記念です。寝坊姫は本日おめでとうございます。200日とかすごいな、私には到底達成できない数字ですが、今日は2日目です、毎日配信。あのね、寝坊姫のお祝いもお忘れなく。この配信始まる前に柳瀬レアさんが配信されたのでちょっと見てきました。あ、ひろかの恋人と思って。200日連続配信まであと198日、えぐー、もうすぐやん。2日連続なんてかなりじゃん。前1回やったかなとかそのぐらいですよね。あ、 NGT の青春時計が流れてました。私が見に行った際は、わあ聞いてくださってるんだと思って嬉しいですね。半年以上やで。半年か、すぐやん。世界の人映画好きみたいだね。あ、言ってらっしゃいましたよね。すごいベタ褒め。ベタ褒めされて、来年の4月30。すごい先だな、4月30か、すごいな。歩みの凄さを実感します。そりゃ寝坊もするね。もうめっちゃ硬いな。トシさん、タワーありがとうございます。パフェだ、ありがとうございます。ありがたわ。とりあえず10日連続無理です。できないことをするとは言いません、アンナさんは。萌えさんと並んでも、だってそう5センチぐらい、あ、4センチぐらい上ですか。ありがたわ、ありがたわ。明日できないですね。明日は帰ったら、もう帰ったら22時過ぎてると思うので、うん、アンナさんは22時までなんです、配信できる時間。多分ね、24時までできるってなったらもっと配信頻度増えると思います、自分的に。前座のそのままの髪とメイクでできるから。私はメイクしてないと配信しないので。アンナさんとアユさん、どっちが姿勢高い？当たり前に私が高いです。私結構他のメンバーより高いですよ。155センチなんで、155センチなんで結構ひろかよりも高いし、なんならあと1年半、そうです、1年半なのでもう少しですね。ハラちゃんの配信が始まったそうです。いい身長だ。私はもう5センチ伸びたいですけどね。160が私の中の
素晴らしい身長だと思ってるので、カッピより高いな。そうでしょ、そうでしょじゃない、そうだよ、びっくりでしょ。カッピ154だった気がする、154か3かだから4だったかな。なんか私より低いです、越したんだよ確か。160あったらね、服とかもいろいろいいんですよね。165は私、あでも私身長高い顔って言われてるからな、私身長高そうって言われるんですよ顔だけ見たら。なんか165あってもいいかもしれないね。でも私は160センチピッタが理想です、自分の中での。私結構初期から背高そうな顔してるって言われるんで、お姉の洋服、一瞬の花火のなんかちょっと公開みたいな、楽曲ちょっと公開みたいな配信あったじゃないですか。その時に着てた服はおねえのです。158がベスト。え、なぎの身長って何センチ ?158? だっけ、わかんない。そう。その時に着て、メイクはおねえにやってもらったことないです。メイクはね、おねえより私の方が上手だから。ね、メイク上手じゃないかやってほしくないです。これお母さんが言ってること。濃すぎると似合わないんですよね、あの人。めっちゃびっくりしてる。お姉も頑張ってるやで。はい、あんま頑張ってないと思うけど。怒られますよってはい、ごめんね。確かに早いね、メイクはね、めっちゃ早いおね。だからじゃない、適当だから早いんじゃない、わかんないけど。でも私も30分ぐらいで終わりますよ。おねえ見てないのかな、怒られても知らないですよ。そんなぐらいで怒られませんよ。おねえは、おねえってそんな短気じゃないから手慣れてるんですよね。いつか私がしてあげましょう彼女に。すぐ前髪切っちゃうしな。何それすぐ前髪切っちゃうの。うちの推しと仲良くしてあげて、ありがとうございます。もうすでに私の愛をたくさん伝えて仲良くさせていただいております。怒ると怖いけどね、ガチで怒ってるとこなんて見せたことないんじゃない、みんなに。わかんないけど、見せたことあるのかわかんないな。あるんですか。あんな呼び嬉しいね。そうです、あんな呼びをされます。前髪も昨日切った、あ、昨日も前髪切ったって言ってた。へえ、気づかなかった。やっぱ家だと怒られる。最近はあんまり喧嘩もしてない気がします。覚えてないだけかなかなり切ってたよ。なんかね、切りすぎるとお母さんに怒られますよ。あいつまた前髪切ったのかとか言って、
毎回毎回切りすぎてるんだよねとか言って、 KMT が前髪気づかないとちょっと怒るんよそうなんだ。だってまあうちの私のトリコもね、あのね、私が髪の毛をバッサリ15センチ切っても気づかないですからね。人のこと言えないんじゃないですか仲良しエピソードしか聞いてないか。そうだ、まあ、前髪気づかないぐらい可愛いもんですよ。気づいたらすごいぐらいですからね。15センチ切ってもね、気づかないんだからね、君たち。アンナちゃん自分で前髪、そうです謝られてる。いいよ、次はもう気づくぐらいバッサリいっちゃうかな。ありがとうございます。ジュンハンさんありがとう、ありがたわー、ありがたわー。根に持っていますね。逆にさ、この話をさしないことわけにいかないでしょ。みんなほとんど気づかなかったんだから、反省して次私が髪切ったら、切った切った、切ってなくても切ったって聞いといた方がいいよ。切った時に当たるからね。ありがたわ。30センチぐらいいっちゃう。私が30センチいたらもうこのぐらいまでこのぐらいになっちゃうよ。したら怒るんやろ。切ってないですって言ってめんどくさめんどくさすぎやろ。私もスイスイさんのすぐ気づきましたよ。あ、ちょっと茶色だな。坊主にする、無理。別にみんなが坊主でいいなら別に私も坊主でいいけどね。私みんなが坊主でいいっていうのは坊主してもいいよ。あのスタッフさんに怒られちゃうけど多分あ、それは勘弁し、やめてとか言われてる。何、私が坊主になったら降りるんですか。最低。みんなやめてって言ってる。そんなに嫌？分かったよ、やめる。坊主で壁シャワーすごい目を引きそうですね。わわわわわわ、やばい、目がなくなっちゃった。降りないけどさ、降りやしないけどさじゃあいいね。その目立ち方ヒヤヒヤしそうすごく光りそう。光りはしないんじゃないかな。あのスキンヘッドにするわけじゃないから、ちょっと5ミリぐらい残ってる状態でさまあしませんよ私は。みんながしてって言い始めたらするかもしれない。みんなが髪の毛あるのが好きだよって言ってるうちはまあまあ切らないでおこうかね。私丸顔だから結構似合いそうな気もするけど。誕生日何の話してんね。本当私誕生日のこと忘れるくらい今日何もしてないっていうレベルなんですよね。ショートだとめっちゃイケメンになりそう。私ね、ナギと結構話してる話があって、私とナギ男装したら結構かっこいいんじゃないかなっていうこと。そう思いませんか。私とナギが男の子の格好したら結構かっこよくなりそうだよねって話をねしてるのよく。みんなよりかっこよくなっちゃうかも。似合いそう、ほらでしょ。私多分イケメンになりますよ。ネクタイ、私ネクタイ結べますよ。シュッシュッシュッとね。そしたら俺は女装しよう。じゃあみんなが女装するのを楽しみにしてます。なんか今度喋り会とかで
男顔ですか？男顔女顔がよく分かんなくて。男顔アイドル。やばい例になりそう。楽しそう。ば。30日の公園で女装してくる人、ハロウィンだからね。みんなじゃあ女装しておいで。多分アンナくんモテモテやないですか。アンナくん取り合いです。取り合いになってしまいます。あけど結構本気で、あゆみとかははい私に惚れそうな勢いなので、私がダンスをしたら本当に本当の恋しそうで怖いですね。そう、男装の生写真やりたいんですよ私。いつかできるって信じて待ってる。男装の時だけメイクもちょっと変えたいしさ。ちょっと絶対イケメンだと思います。楽しみにしててほしいっていうレベル。ヒゲは？いや私ヒゲ脱毛します。アンナくんはヒゲないです。脱毛します。どんなメイクです。アイラインとかあんま引きたくないっすね。シャドウとかね、色変えたり。私は今ピンクのアイシャドウしてますけど、でブラウンにしてみるとかね。ピアス開ける？ピアスは無理、怖いから。ピアスちょっとチキって怖いんで開けたことないです。怖いから、痛そう。ピアス怖いよね。開けたい、開けてみたいなって、ピアスつけてみたいなって気持ちはねあるけどね、ちょっと怖いです。体に穴をブチッと開けるっていうのはね、勇気のいることじゃないですか。ピアス開けてるメンバーあんまいない。把握してないな、ピアス開けてるメンバーを。怖いよね、体に穴がうおプチンって開くの、ちょっと嫌です。私があんまってかいないか、え、いなくはないと思う。知ってる人でもだいぶいる。わかんない、みんなのメンバーのピアス事情なんて知ってんの。アンナさんは開いてないです。こっちとこっちを。でもピアスってさ、イヤリングよりさかわいい。マックス心配がなさそうですよね。娘がいたら開けさせられない。あ、そうなんだ。確かにお姉も開けてないしな、嫌なのかな。お母さんとか開けちゃ嫌だって思ってるのかな。ピアスぐらいって思いますけどね。イヤリング私もう落としてるからね、左耳のやつ。結構ショックだったんだけど、帰り道で落とすならまだし、もう行きで落としたからみんなに見せられなかったし、ショック。まあ私が二十歳とか超える時にかな、タイミングとしては。二十歳だからパチンとかね、うわ嫌かも。結局ね、開けたい開けたいとか言って開けずに終わるんですよ、こういう人生。そ
そのまま、その時、はい、その時までピアス開けたいと思ってたらね、開けたいと思います。ピアス開け配信とか、やばい、みんなにトラウマを残してしまう、血がダラダラ出てきたら怖いよね、痛いよね絶対。お友達とかさ、高校生になってさ、お友達がピアス開けたって言ってくるとさ、ふんっていう気分になる。なんかね、なんかね、嫌じゃないんだけど寂しいっていうのかな、わかんないけど、なんかここにピアス開けたんだっていう連絡が来ると、お疲れとか言ってちょっと寂しくなりますね。大人の階段を登っているというのか何なのか分かんないけど、あ、お疲れ、かわいいねとか言ってはい、そういうところもありますが、アンナさんはしばらくピアスの心配はないかな。別に心配してもないだろうけど、ピアス開けないでほしいって人別にいないでしょいたらごめんなさい、わかんない。あれってお店で開けろ、あれはお友達はお友達に開けてもらってたり自分で開けたりとかしてました。ちょ、怖いよ自分、やべ、なんかヒヤッとした今自分で開けるんだ、怖すぎ。開けないでほしい派。ああ、やっぱそうか。うん、のりさんありがとうございます。タワーありがたわ、イエーイ、ありがとうございます。おおお、ありがとうございます。で、私がこれ何の話って感じなんだけど、自分の中で開けるなら、もし開けるなら中途半端な数嫌なんですよどういうことって思うかもしれないんだけど、中途半端に右耳1個とか嫌なんですよ。開ける、開け、一回開けたらもうドカーンって開けたい開けることがまずないと思うけど、右に例えば耳たぶ1個開けたらまず左にももう1個開けたいし、右2連にしたら軟骨に開けるとか、トラガスに開けるとか、1個開けたら多分全部ボカンって開けちゃいそう。多分リミッターが外れますよね、ピアス開けるって。あとこことかね、絶対に開けないと思いますが絶対に開けないと思いますが、お姉が悲しみます。やばいお姉悲しむことないでしょ。二連とかちょっととか言って、いや私鼻は絶対に開けないです。鼻は絶対に開けないです。鼻とおへそとベロは絶対に開けないです。これ絶対開けて、最大自分頑張って開けてリップだと思います。鼻ぶり、マジで鼻のさ、ここ、こことか私絶対開けられないです。鼻痛い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 ってもありますね。パンクアイドル。パンクアイドル、かっこいいですけどね、それも。まぶた。あ、眉とかもいますよね。眉毛に開けるとか。怖い。怖すぎ。っていう中途半端な感性を持ってます。パンクアンナさん、牛をやめて、ちょっと牛ですよね、ここに開けちゃったらちょっと。でも開けてる人もいるから一概に牛とかは言えず、考えただけで涙出るって泣いちゃう人いるからやめて。そうなったら降りるかな。え、降りられちゃうなら開けません。紐つけるよ、引かれちゃうって、連れてかれちゃうって。私がイケイケパンクロックになることはおそらくないと思いますので安心してください皆さん泣かないで、
もう降りる寸前だよ。やばいやばい、この話しただけで降りられちゃうの怖いって。ちょっとやめようね、自制して。ピアスの話はみんなやめよう。スタコレコンプしま、あ、どうぞ。お願いします。ケーキが届きました。今年はアイスケーキです。ピアスの話やめよう。開けないから安心して、降りないで。ケーキ食べます。うー、なんかミルフィーユの何ですか、なんかミルフィーユみたいなアイスケーキにしました。安心しました。ふっちょっと心配してらっしゃった方もいるので、はい、ケーキが届きましたのでケーキ食べたいと思います。もぐもぐするのは苦手ですが頑張ります。うんうん、多分ワンちゃん泣いたのは届いたからですね。お友達が私の誕生日だっていうことで、お友達も自分でケーキを買って、あんなおめでとうって送ってきてくれました。可愛くない？ケーキ買うわ、自分でも買うわとか言って、まあ、買わないだろうなって思ってたんですけど、そのケーキの写真をパシャって撮って、あんなお誕生日おめでとう、これからも大好きとか言って送ってきてくれ、かわいいと思って。モンブランでした。モンブラン好きです。友達ギャルです年上のお友達なので。モンブランを送ってくださってる方もいます。ありがとうございますはい、レアチーズもいい。私ケーキはね、ホイップクリームがあんまり得意ではないんですね。いっぱい食べられないので、ホイップクリームはあんまり得意じゃないです。だからアイスケーキかも。鼻につけられないじゃん。そういうあざといことを私はしません。ふわあざとい担当の佐藤ひろかとかに、じゃあお願いしてみてください吉原メリーだとか。チーズ系はね、美味しいね。酒飲みにホイップクリームはしんどいヒロカッピあざと担当になったっけ。ヒロカッピ絶対つけるやろ。ヒロカッピフフンとか言って鼻につけてスクショタイムしてあげるアイドルでしょ。わかんないけどそんな感じしない。アユは鼻につけてくれる。アユは鼻につけるというか、気づいたらついてたみたいな、それを取られてるみたいな、そういうタイム感じですね。ヒロカッピはナチュラルアザト。ナチュラルアザトじゃないよあの子はこの子をしたらファンの子が喜、ファンの子じゃない、ファンの人が喜ぶなって全部分かってて、需要を理解してやってあげてるんだよ。みんな感謝した方がいいよ。そういう子もいるからね。あざといカッピだからね。アンナさんは理解してるけどやってあげない人だからね。ごめんね。その計算高さが完璧アイドルじゃない？分からんよ。計算してないかもしれないけどね。計算してそうな、そのあざとさもみんな好きなんでしょ？計算にやられてるね。はい、好きです。だそうですだそうです。ひろかさん、はい、何が、あ、
つけない。つけないよ。え、切らないの？私一人じゃ食べられないよ。火つけて封したら切ればいいの？溶けちゃうよ。切ったら残ったのちょうだい。うん。ママは見えない。ここまで見える。じゃあ待って。こうしようか。でかっ。アンナさんこれ。アンナがそう。でかいっつった。じゃあ、うん、き、あ、火つけて風味してからですか。うん。でママここにいようか。うん。すぐ冷凍してね。陽平さんありがとう。タワー、サイレントやめて。サイレントやめて。違う、サイレントタワーするから。いつもえ、あ、ロックかかってた。おお、つかんないっけ。つかなくない？あ、ついたついたどうしたの？きたはいはいはい。火ってバンならない？うん、ならない。オッケー。ほい。かわいいね。スクショしてるんでしょ。待ってるね。もういいかな。オッケー、もういいかな。服ね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアンナ、ウェーイ、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう、ありがとう、イエーイありがとうございます。じゃあ食べてください。はい、切ります。これはバンバンやんな。これ見えたら、うん、ありがとうございますちょっと追えない。誰か投げたらさ言ってね。どこから切るか。半分何でも好きな。ろうそく取ってから、ね。何も取ったらクッキー。はい、食べないの？ちょ、真ん中が分からん。私いつも平行感覚ないから。ここか。サクっていけるって書いてたんだけどね。いけない。あの、さ、先端で入れてから。そうそうそう、ああ、行き取った。フォーク、スプーンどっち？フォーク、スプーン、フォーク。それでもフォークで押さえてもらう。あ、来た来た。みんながちょっと応援し、4分の1食べようか食べきれないやん。でも、あ、いや、食べきれるから。何かわいこぶっちゃってんの。食べきれるでしょ。よっしゃ、食べきれないかも。あああぶ、あぶねー。つかねえなあざした。ごめんなさい。よし、ちょっとこぼしたけど。怖い怖い。スプーンいらない？うん、うん、はい、閉めて。ちょっとこ、お皿に
お皿にのけようとしたら上下逆になって上下逆になっちゃいました。小顔効果。じゃあほうき包丁に乗っけてさ、こうさこう運んでさガチャンってなっちゃった。はい、溶けちゃうので食べます。うん、いただきます。ミルフィーユ、いちごの食べ、いちごのなんか、うん、ヤミー。ちょっと取りすぎたな多分。はーい、きたねー。ちょっとはい、いちごのっけてあげようか。ありがとうございます。だありがとうございます。おいしい、おいしいけど、お姉なんで帰ったんだ。元気？あざとタイムまだ、なんで？あざとタイムあるわけなくない？硬い、サブレみたいなやつです。クッキーでかいよ。かじったけど、10センチぐらいありました。ハッピーバースデー。ねえ、なんだ、なんでいないんだ。味は、味はアイスです。アイス味です。アイスケーキなので、アイスです。何アイスかってことだよね。何なんだろうこの味は。わからん。バニラ？バニラなのかな。でもバニラ、わからん。冷たいです。
あ、美味しい、当たり前に美味しいです。ちょっとお姉が来るかと思ったのにさ、来ずに帰った、歌って帰ってた。メイクしてたっけ。あ、してるわ。みんないい？何好きなの？この人ユウのこと大好きすぎ。ちょっとティッシュ取って。ちなみにこの風船たちは全部ユウなら膨らませた。そう言ったよ。あ、言った、はい。どこティッシュ、これ、それいいやつ使うな。メイクしてるからいいよ。あー、髪来たな。ねえ、あれかぶって帽子をかぶってきてもらいます。やってほしい。うんうん。いや、打ってたじゃん今。ファンの人がやってほしいかなと思って。お誕生日おめでとう。何歳？17歳。七ってことは？なんでユウのことが好きなの？なんでなんでなんで七なの？なんでなんで？七の人だよ。考えてくれる？わかんない。全任せ。今ケーキ食べてるからさ。パーカ？食べてない。食べる？甘いです。来たね、おい。ここに。最近全部自分で言うよ、ポキさんって。だから全任せ。何味だと思う？答え知ってんの？うん、知らないから聞いてんの。バニラって聞かれるんだけど、バニラかって思う？ちょっとチーズケーキっぽくない？じゃあお姉の方が味覚あれだからな。あのスポンジみたいなとこがチーズケーキ。うん、まあわかんないですけど美味しいです。食レポ頑張ってって言っちゃった。これもいいよ。いや大丈夫、それはアンナが食べるやつだと思う。あん、わかった。ちょっと4分の1取りすぎたかもしれない。甘いわ。ニガキャンじゃないよ。言っていいの？何を？お誕生日おめでとう。どういうこと？何番だったかって？もう言ったよ。え？もう言ったの？ユウ一番だったんだよ。知ってる？ユウ一番なのはと後ろにいたからね。違うよ。ラインがね。ラインも一番だったの？違うの？ラインはももちゃんじゃない？
あれあなた一番レイレイフに送った、うん、でもマリナさんにもレイレイフに送ったでしょ。違うよ、アンナの先に送ってマリナさんのはちょっと時差でレイレイフに送ったよ。あ、じゃああなたが一番そうだった。だってユーナがマリナさんにレイレイフに送るって言ったら、え、アンナのは一番目指してくれないのとか言って言うから、分かったよって。今年はアンナ捨てかと思ったで。いや後ろにいたらいいかなと。あかん、なんで送ってくれたんだっけ。なんだっけ、お誕生日おめでとう、花のセブンティーンだね。え、以上です。言わないの言わないまあそういうことです。書くなよボリボリ本当に言われた配信ではアンの配信は綺麗なんだよ、ごめんね、うん、おねえやっていいよこれ。OK。うん、違う。え、出ない方、プレートが出るよの方とキラキラが出る方がある。うん。で、どっちがいい？どっちでもいい。なんかいや違うって言ったじゃん。こっちの方がいいかなと思って。はい。アホ！さ、くっさ。そんなすぐ。何もためらいもなかったね。あー時差だな、臭い言ってないよ私、臭いってごめん。でもユーは臭いと思う。うん、あ、こっちの方が綺麗なやつだな。あんのやつこんなしょぼい髪みたいなやつだった。臭か聞きたかったんだみたいな。うん、これめっちゃいいやつだったよね。勝手に膨らむ。そう、これをパーンって割ったら、中にあるやつを割ったら勝手に膨らむの。マジすごくない？スクショタイム。ちょっと待って、前髪が欲しい。うん、アンが可愛かった今。うっさいな。あ、いいよ、これで。しょうがない。リップいっか。最近自分の気顔を知ったんだよって言った。どっちか知ってる？右。うん、そうそうそう。まず痩せろって話なの。飽きないでもらっていい？目とか描かないでもらっていい？もうご飯食べてきていい？あんも食べてないのに。何食べるの？あん誕生日なんだけど。わからない。何が食べたいの？美味しいやつ。なんか作ってくれる？うん。は？来たよ。あ、ありがとう。マー君ありがとう。ありがとうって、ありがとう。パワー、もう最悪もう最悪、やめろ。ありがとうおもろい今何時？
と待ってるで。わかんない。何時か聞けばいいんだよ。あ、8時16分17分やって。配信慣れしてないからもう1時間の気分。どれぐらいやったの？え？45分ぐらい。姉が料理作ってくれるかな。作らないよ。なんで？いやちょっときつねうどん食べたいねえ、誕生日なんだからあんた。きつねうどんハマってて言ってたよね。あ、19時からやっちゃって。1時間15分じゃん。うん、合ってた。私があまりにも配信してないから。赤いやつ？赤いやつじゃないよね。白いやつ？ん？なんかエンジ色みたいなやつ。まあそんなの分かんない。ですね。アナさんじゃご飯が食べたいなーね。何？オムライス。そうだと思った。ユウもマジ言おうかと思ったよ。オムライスでしょって。オムライス作って。オムライスだったらいいよ。今日はふわとろの気分です。はい。オムライスは楽だよ。オムライスは楽だよ。でもちゃんと玉ねぎも切ってほしいし具材サボらないでほしい。マジでやかましい。うん、あん一人の時はベーコンしか入れんからサボろうね。前まではねベーコンと人参とピーマン欲しい。じゃあ、ゆうはうどん食べてオムライス作んなきゃいけないから。うん、これかぶる。かぶるか。じゃあね、バイバイ。バイバイ。まあ、バレないからね。あの人はもう行ったから。にゃう？もっと前か。パカーパカーピコピコパカー違和感とか言われて。違和感ですか？でもこれもうすごい後ろまで行っちゃうんだね。あとほら、こうしたらあんま見えないじゃないですか。スクショどうぞ。丸顔も似合うな。はい、丸顔もこれケーキですね。右上げて、はい、左上げて、はい、左下げないで右上げて。同じだった。じゃあ片両方元気なくなっちゃった。全部立ってるバージョン、下がってるバージョン、右だけ上がってるバージョン、左だけ上がってるバージョン。はい、おめでとう。わーい。木で遊ばないようにやって。はい、こっこっこっ。何歳？わあ、かわいい。ハッピーバースデー。似合うね、意外と。
これ外さんでおこうか。でも清楚の私が好きな人もいるからな、ごめんね。それが清楚じゃないみたいに何もないっす。なんか揚げ足取られるなこれも清楚か。そうですね、もっとなんか話をしようか。他の話なんかしたい話ありますか。丸投げ丸投げすぎ。明日の前座の意気込み。明日の前座頑張ります。はい、次。17歳の抱負。17歳の抱負か。17歳の抱負。パッと出てこないな。簡単にすぐ一言で言ったら選抜入りです。はい、次何したいとか。何したい、選抜入りです最近の先輩とのエピソードは、大人列車をやる上で若手選抜のリリカさんとよく話すようになりました。最近はリリカさんとよく話してます。大人列車の入りの場所がそのセンターのこのその階段の下手側だったんですけど、リリカさんと待機が一緒だったので直前まで話してました。そうですね、リハ期間から結構話すようになりました。びっくりでしょ、意外でしょ。リリカとの会話って 100% 成立するん。思想でしてない時も多分あります。私もたまに成立してない時あるんでまだ敬語です。私は敬語ですね、先輩方。ベルちゃんも最近そうです。なんかルアさんとリリカさんと話すようになりました。あとユーハさん、そう、年下なんですよね。意外と意外とってか年下のリリカさんと同い年のルアさん、よく話すようになりました。ルアさんからもおめでとうの連絡をいただいて後で返します。ありがとうございます、嬉しい。ミニストップ行ったの。私は行ってないので、なんか何買いましたかって言って、はい、ルアさんに聞きました。ミニストップで何買ったんですかとか言って、消費期限が何日前やったからね、今食べるよってよりかは帰って食べるよのとか言っていろいろ話聞きました。私もミニストップ行ってみたかったんです。今度誘ってください、東京行った時に憧れです、新潟県民のコンビニはミニストップないので行きたいです。私あのミニストップのあのホットスナックの唐揚げみたいなやつ、なんか周りにさザラメみたいな四角いなんかがついてる唐揚げ、ちっちゃい唐揚げみたいなやつ、あれが食べたいんです。ずっと
もう私買うものは決まってるからね。あのこのぐらいのサイズのやつ、あれが食べたいんです。みんな知ってる？なぜ行かなかったよ。知らなかったんです、近くにあるって。近くにあったのかすらも分かんないしだから新潟にないクランキーチキンですか、それですかね。そういうのを食べたいんです。ちょっと皆さん食べたら教えて誰得の教えてなんだろう。はい、一回は行ってみたいですね、新潟を飛び出して。結構歩いたみたいです。そうなんですか、遠いんだ。それかぜひ新潟にも展開をお願いします、ミニストップさん。おお、待ってますポテトも美味しいらしいですよね。なんかいろいろ種類があるんでしたっけ、ポテトも。普通のやつじゃなくて太いやつもあったりして、美味しいって聞きます。ミニストップのポテト、新潟でよく行くコンビニ。え、やっぱ駅にできたローソンとかじゃないですか。ローソン、セブンイレブンかな。サイト見てるけど、おいしそうでしょ。私行きたいんです、そこに。ローソン前からなかった、あれよ、あれよ、南口の広場の近くにできたローソンよ。そう、なんかミニストップデザート系も美味しいって言うじゃないですか。食べたい、食べたくなっちゃった。アンナさんのために誰かミニストップを新潟に作ってください。無謀すぎ。おやべー、アイスが溶けてるめっちゃ溶けちゃった。やっぱアイスケーキって配信向きではないですね。あ、そうそう、ゼッテリアの近く、すごい溶けちゃった。食べたくなった。車で5分のところにあるから今から行って。羨ましいな。私のところも、私の分も買ってきてください。牛タン屋さんの隣の隣の隣ぐらいの。はい、ちょっとお願いしますよ、誰か私の分のチキン買ってください。フライドポテトは欠かせない。やっぱ美味しいんだ。私もお芋好きなのでフライドポテト食べたいです。すごい溶けた。アンナちゃんの分まで食しておきます。最悪、私も食べたいって言ってるじゃないですか。絶対いつかまた、じゃあ関東の方に行く機会があったらミニストップに行った報告をできるように頑張ります。まず関東に行かないんですよ さつまいもとじゃがいもだったらじゃがいも派です、間違いなく。芋の中でのトップの君臨はじゃがいもだす、じゃがいもですじゃがいもだと思ってました。じゃがいもですが混ざってじゃがいも出すになっちゃった。やめて。
いじらないで。でもしつこいな。やめてくれ。あ、やばい。トリコだす。どうも。それはどうも。食べ終わりました。溶けたそれらはあのフォークではすくえないので、固形は食べ終わりました。ん、クラッカーの味する。匂いがめっちゃクラッカーの味してる。これクラッカー食べちゃった。オムライスは食べれそうですか？確かに。オムライスまだ残ってる。お姉が作ってくれるふわとろオムライス。イエーイ！ちょっとお腹いっぱい。お腹いっぱいになってきた。わあ。アンナさん、これ洗濯してあげようかな。あの人洗濯室のハンガー勝手に持ってってる気がするんだよな。私のお気に入りのハンガー。はい、お姉さんお手製のお気に入りのハンガーがあります。私にはちょっとかけやすい仕様のあるんです。それはあの人は服を取るのがめんどくさくてハンガーのまま持ってってるんじゃないかと私は予想してます。取るな、ハンガーを取るな、私のお気に入りなんだぞ、取るな。今日の配信は何時までですか？何時にしようかな。だってお姉さまがさ、オムライスつけてくれるからさ、食べたいじゃないですか、冷める前に。けどもう結構お腹いっぱいなんだよな。アイスケーキ4分の1も食べたからお腹いっぱいになってきた。ふう。明日の前座楽しみにしてます。お祝いをいっぱいしてくれると思うので。それにオムライスできたのに配信してると怒りそう。怒られたらたまったもんじゃないですね。9時にする。9時にしますか。当日券もままなく、確かに9時だ。9時にしようかな。アンナさんはもぐもぐ配信が苦手なので、写真だけ撮ってメールに載せようか。お姉がいいよって言ったら。だから配信外で食べます。アンナさんはもぐもぐしません。はい、滞って苦手なんです。自分が口に入ってる時に見つけたコメントを読みたかったら読めないじゃないですか。だからメールに載せますね。まだきつねうどん食べてそう。食べ終わってから作ってそう。
こんばんは、17歳のお姿も綺麗ですね。あ、どうも、こんな姿ですいませんこんな姿で申し訳ないんです。さっきまではちゃんと可愛いのつけてました。ハッピーバースデー。オムライス油揚げ入ってるぜ。いやオムライスに油揚げ嫌。誕生日おめでとう、ありがとうございます。なんか初めてこんなにいっぱいの人に祝ってもらいました。嬉しいです、皆さんありがとう。ももちゃんも一番狙ってくれてありがとう。お、ヨヘイくんありがとうございます。ありがたわ、腕太っ、びっくりしちゃったちょっと太ってるね最近ね。みんなどうする、この話マジ1ヶ月に1回はしてる。ありがとうね、たわありがとうございます。皆さんありがたわまあブースティー祭りすごく美味しいケータリングを用意していただいて、その終わったので美味しいケータリング期間いっぱい食べだめして、食いだめして、美味しく美味しい思いしたので、さすがにさ、ダイエットしようね、ダイエットしようねって言ってさ、すぐやめてさ、またダイエットしようねって言ってやめてさ、マジ一年中それやってるからねダイエットダイエットって本当1ヶ月に3回は言ってますね。もう昨日はチートで、そうみたいです、一人で美味しいものいっぱい食べてましたね。誕生日の締めくくりはお姉のオムライス。今のままで十分可愛いね。そう言ってくれるからさ、気づかぬうちにさ体積2倍ぐらいになってるんだよ実は。みんなそう気づいてる。私のところをさ、久しぶりに例えば加入してすぐの2月とかのなんだ、2月とかに応援しててしばらく忙しくて私のこと見てなくて、久しぶりに今見ました、2月ぶりに今見ましたって人は多分びっくりする、結構太ってるからいやー何の衣装着るときやばい、その話しよっか。今回のブースティーのは瀬戸里の衣装できつい衣装発表したいと思いますで何の話ってマジであるんやね。毎回ありますよ、基本的に私が全座衣装以外の衣装着るときはマジできつい衣装あります。例えばサマーソングセットリスト公演の衣装だったら、あの黄色の衣装、アンコールの黄色の衣装がすっごいきつかった、息もできないぐらいきつかったし私あの衣装衣装さんにふんって開けてもらった時、ふっふっふっ息ができないっていう、そのしましたね。このぐらいの短いスカートの黄色衣装泣きたかった、息できなくて、これ息できないです、これ息できないですって衣装さんに言っても、できてるよできてるよ、いってらっしゃいって言われても、できないんです深呼吸ができないんですよあの衣装って感じでした。で今回は一番きつかったのは、何がきつかったかな、きついのはいっぱいあるんですよ。あ、
それで言うと夢しなかな、自然獣、あ、これ言っていいかな、いっか結構早着替えみたいなとこだったんで、下に自然獣体の衣装を着てたんですよ、夢しなの下に。それがだからちょっときつかった。で、あともう一個きつかったのは、サメカツの衣装、北川賢治とバンザイヴィーナスをやった時の衣装ですあれガチきつかった私の塩抜きダイエット難しそうだよね。私の衣装はなんか4種類ぐらいあるんですよ、この辺ら辺の形が。例えば肩が出ててここにフリルがあったり、ただのノースリーブだったり、ノースリーブにフリルがついてたり。私のただのノースリーブだったんですよ、ここまでしかないやつだから。私もうめっちゃきついし、ここからぷよぷよしたお肉が見えてるし、マジ恥ずかしくてこの辺のぷよぷよを見せないように一生懸命工夫してました。みんな見えてなかったよね、私のぷよぷよ、脇の隣のぷよぷよお肉は見えてなかったよね。アンナの虜がいるって思ったら一生懸命脇をこうやって伸ばして、見えないようにしてました、そのぷよぷよ皆さん頑張るから、私ちょっとそれがなくなるくらいには頑張りますねきつかったし。水沢さんの衣装だったかな、サメカツの、違うかな、誰のだったっけ。水沢さんの衣装がきつかったんだよな、いつ来たっけ、わかんないけどきつかったてかなんで私毎回きついきついって衣装さんに言ってるのに、細い人の衣装ばっか、もっとサイズ変えてくれたっていいじゃないですか、その人のサイズはきついです、本当にきついんですって言ってるのに、毎回同じような方の衣装しか着れなくて、きついって言ってるじゃないですか日向さんの衣装だとか、あとはななみさんの衣装だとか、はい、つぐみさんの衣装着たいのに、私一回でいいから着たい。でも赤ベロアの赤ベロアのあれなんだっけ、赤ベロアのなんだっけ、ヘアアクセはつぐみさんでした。最初私ベレー帽だったんですけど、衣装さんから用意されてたやつがベレー帽だと、私ハーフツインかポニーテールなのでかぶれないんですよ、浮いちゃうから。そうハーフツインだったから、その日ベレー帽かぶれないどうしようってなって、ももちゃんに変えてもらいました。ももちゃんベレー帽してみたかったみたいなんで、私はももちゃんがもともとつける予定だったつぐみさんのリボンをいただいてつけました。イエーイつぐみさん背負って M1 から M3 まで頑張りました。最高、気分は最高でした。パチ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 おう、おう、パー。みはるさんの衣装、みはるさんの衣装何度か着たことありますよ、2回ぐらいあります。多分奈良って書かれた衣装2回くらい着たことあります。つぐの衣装着るにはまず背を伸ばそう。いやいや関係ないですよ、奥村桃香が着てるんですから。私も着たい。川越さんのあった気がする、1回くらいあった気がします。基本的にね
いろんな方の衣装着たことあります。私もいつかつぐみさんの衣装着れるまで、つぐみさんの衣装着るまで私 NGT にいますから着るまでやめられない。応援しててください。もうすぐに言いますね。私がオグマって書かれた衣装を、あの私のラックにかかってたら、皆さん私つぐみさんの衣装着れましたって言って、あのすぐ言いますからね。結構低い目標。いいや、私本当に着れたことないんですよ。本当に本当に着たことなくて、大熊の字を見たことないんですよ。隣にあったりして本当にジェラシーだよ。早く報告したいです。え、着てもやめませんよ。近々着れたら嬉しいなだけ。やめませんよ、安心してよ。私10年くらいやるからね。あー言っちゃった、10年やるって言っちゃった。こっそり変えたらいかん、それちょっと怒られちゃうね。プリーン、安心しました。あ、よかったですはい、いや私26ぐらいまで、何もなければ26ぐらいまでやりますお姉様も言った。何を？私に何か、何もなければ26まで、入った年から10年なので27まではやりません。26かな、最大26だからあと10年お願いしますはい、そう、身長と高しは着たことあると思う。つぐみさんのは結構同じぐらいだから。あー充電が 20% を切ってしまいました。お姉もあと10年、お姉があと10年やったら31やで。31かお姉の31歳おもろいね。アンナちゃん30までにして。私30までできないよ、本当に足が終わりそう。私結構足弱いんで（笑）はい、だから私がもう無理、もう無理です、足腰終わりますって時までは続けたいと思いますのでお願いします。ももちゃん38、48じゃないんだ。そこは、そこは48って言ってほしいな。4期生みんな、じゃあ二十歳とか超えるまでお願いしますフフ楽しみですね。まだまだです。頼もしい発言、あの発言にはね責任を持とうって思ってはいますが、毎回この発言はあまり責任を持てませんが、希望、今の希望としては26ぐらいまでやりたいな、できたらなっていう感じですね。はい、いつかはセンター、まあね、それはどうかなって言ったところだね。磯崎さんがもう4期のセンターだから、お願いしますよとか頑張りますね。じゃあアンナさんセンターって感じじゃないしな、その頃はキャプテンか。いや私マジでキャプテンとか向いてないと思います、コミュ障なんで本当に向いてない。センターは割と変わるグループ、いやねー、それはな。まあ頑張ります。とりあえずの目標は選抜入りマリちゃんへのプレゼント、私先輩方へプレゼントを実はあげたことがなくて、
自分のお給料を自分で使えるようになってからお渡ししたいなって思ってるんですよ。自分で稼いだお金を自分で使えるようになった年に渡したい。だってお姉じゃない、お姉じゃねえや、その家族とかおばあちゃんからもらったお小遣いで買った誕生日プレゼントってそれ実質私からじゃないので、自分で稼いだお金を使える日が来たら渡したいと思います、先輩方には。あと何がいいんですかね、多分そういうのはね悩みますね。ポッ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 。皆さんへの私へのあ皆さんからの私へのプレゼントは、アンナちゃんからプレゼント、あ、チョコレートじゃないですか、チョコレート。私へのプレゼントは手紙です。皆さんお誕生日おめでとうの手紙待ってます。イエーイ、大量にお待ちしています。出したよ、ありがとうございます。最近来てない、あの最近はまず劇場にあまり行ってないので、そうですね、手紙待ってますからね。暑い暑い。英語で書きますね、私英語得意ですよ、英語得意なのでどうぞ待ってます。韓国語も読めると思います、簡単なやつだろう。はあ、なんかこれ撮ると頭おかしい、頭なんか足りないですね、頭の傘が。はい、わずかに寂しさが、確かにちょっとペタンってなってる、なんかね頭なんかボリュームが足りないんじゃないですか。ちょっとこんな感じでバイリンガルとか言われてる、そんな大層なもんじゃないです。ちょっとだけ読めるよ、ちょっとだけ喋れるよってだけなので、ちょっとだけ読めるぐらいです。本当にハングルはあいうえお50音が読めるよとかそのぐらいです。単語になっちゃうと分かんないかも。実験失敗したみたい。あの少年漫画とかで出てくるね、ブワーンってやつね。はい、55分ですね。お姉はオムライス作ってくれたんでしょうか。ごめんなさい、口から粉吹いてふわーふわーって。私そういうの大好き。お姉食べてから作ってるから、まだ作ってる最中かもしれないね。オムライスどこ、オムライスどこ。最近くしゃみをミュートするのもやめて、最近何もね隠してないね。具材楽しみね。私はピーマンが入ってるオムライスが大好きなんです。おばあちゃんがピーマン入れてくれるんですけど、うちにはピーマンないんでね。その前にすっぴん配信、その先か、その先にすっぴん配信、ふんふんしないもん。
ピン配信しないもん。ふぅ、アンナさんはガチですっぴん見せないですよ。街中をすっぴんで歩いてたら見れるかもしれないけど、すっぴんそんな変わらないの。変わるわ。すっぴん変わるわ。まあね、何年後かはしてるかもしれないよね。これがだって全部なくなっちゃう。目の幅が 1.5 センチ、間違えた、 0.5 倍ん？それマイナスすぎるか。まあちょっとちっちゃくなっちゃう、目とかが。そういえば視力は良くないです。たかしとコンタクトの度数が一緒ですね。多分私もっと今悪くなってる気がするけど。壇上読みたいと思いますか。え、壇上読みますか。58分やって、なぎちゃんがあんなのすっぴん無理、なぎに言われるの無理、なぎの方が可愛いです。13位りょうさん、ありがとうございます。12位片山さん、ありがとうございます。11位まつくんさん、ありがとうございます。10位金髪マーくんさん、ありがとうございます。9位じゅんはんさん、ありがとうございます。8位のあぱぱさん、ありがとうございます。7位まささん、ありがとうございます。6位としさん、ありがとうございます。5位プロハさん、ありがとうございます。4位まつおさん、ありがとうございます。3位ぐっちさん、ありがとうございます。2位陽平さん、ありがとうございます。1位日焼けさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。なんか久しぶりにこの長々と配信をしたと思いますが、昨日も含めてありがとうございました。嬉しかったです。たくさんのお祝いありがとうございます。できたの？あ、ちょうど終わるところでした。おねえもじゃあ、あ、行っちゃいましたか。ありがとうございました。たくさんギフトもありがとうございました。スクショタイムはさっきしたでしょ。ありえないくらい今日のスクショタイム多かったと思いますよ。じゃあオムライス食べてきます。こんな時間。お疲れ様でした。セブンティーンアンナさんをこれからもよろしく。